山岸さんとの今日の企画はコンビニの筋肉飯ベスト3でございます。よいしょ。まあ、これで、まあ、タンパク質も炭水化物もある程度取れるから、特にコンテスト近づいてきて炭水化物を気にしてる人なんかいいね。これはコンビニ食べるの？これすごいですよ。はい、というわけで本日筋肉 TV スペシャルコラボ、山岸さんでございます。お願いします。よろしくお願いします。はい、さあ山岸さんといえばビッグヒデこと世界の山岸さんですよ。2019年オリンピックでお世話になりました。そうです。はい、2019年の時にラスベガスの方に取材行かせていただいた時にインタビューさせていただきまして、筋肉ちょっと俺を有名にしてよって言って有名にしていただいて、いえいえ、とんでもない、ありがとうございます。とんでもございません。僕のチャンネルでちょっとね出ていただいたっていうことなんですけれども、もう2007年とか2008年ぐらいですかね、私が筋肉留学ということでベニスのゴールドジムなんかでお会いさせてもらって、それからの筋肉仲間ですからね。はい、そうです。長いです。結構長いんですけれども、そんな山岸さんとの今日の企画はコンビニの筋肉飯ベスト3でございます。よいしょ。日本のコンビニってすごいよね。なんかそうなんですよ。アメリカにもこんなのないよという筋肉飯とかタンパク質、はい、高タンパク質のものってのは今まで俺がいた時はツナ缶プラスご飯でしょみたいなコンビニだと、まあそれでもあったんだけれども、今はもうバリエーションがすごいよね。すごいです、うん、山岸さんはアメリカに行かれて今はもう、ね、15年、15年ぐらい行って、で日本のコンビニ最近全く行ってない。行ってない、うん、すごい進化してるんですよ。だから驚いた。これで選んできてって言われたじゃない。はい、で行って、あ、こんなのあるんだと思って、これ全然減量できますよっていうメニューがコンビニで買えるから、はい、日本のビルダーというか日本の選手たち、これはどこ行っても言い訳できないよねそうですね。アメリカこそ本当にもうタンパク質大国といいますか、スーパーに行ってももうプロテインバーの数がすごかったり、うん、そうだね。ただね、あのコンビニということで限定したら日本の方が今バリエーションはあるんじゃないかな。確かにコンビニって言ったら数も多いし、綺麗だしね、綺麗だし、うん、アメリカに比べると、うん、そんなですね、もう世界の山岸さんが選ぶ今回はセブンイレブンでの筋肉食材ベスト3をそれぞれ発表させていただいて、その理由なんかも伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それではまず最初は第3位の発表です。山岸さんからいきますか、うん、3位はちくわ。ちくわ、山岸さんの第3位はちくわでございます。コンビニでなくても別にいいんだけど、コンビニでこういうなんか小分けにして売ってるっていうのは俺ちょっと驚いて、はい、でしかもなんかこうちっちゃいじゃない、これちくわが、はい、でちくわっていうのはこれ魚肉すり身でしょ、だから、はい、もちろん高タンパクであるんだけども、栄養成分を見てみるとタンパク質が 14g、 この5本あたりね、この1パックで、はい、炭水化物が 18g と、脂質が低いこれ 2.2g って結構驚いたんだけども、はい、まあ、これでまあタンパク質も炭水化物もある程度取れるから、ちょっと軽食の代わりになるんじゃないかなと思った。そうですよね。ちくわみたいなものって、うん、アメリカにあります？ちょっとパッと思いつかないね。いい質問だね。まあちくわこれはないんじゃない？これアメリカには日本ならではっぽい感じしますもんね、うん、すり身自体があんまりないような感じですか？あります？そうだね、ここにフィッシュケーキって書いてあるから、もしかしたらあるのかもしれないけれども、俺の知ってる範囲ではない。栄養成分的にはこれ十分、もしコンテストの調整してる人でもこれ緊急時には食べてもいいんじゃない？はい、うん、山岸さんのベスト3、まずは第3位はちくわでございました、うん、はい。それでは私の筋肉食材第3位はこちらです。ドン、豆腐バーでございます。豆腐バー、はい、山岸さんこれご存知ですか？え、バーなの？これプロテインバーみたいに、これ硬いの？硬いんだろうね。だこれもう普通にいわゆる豆腐なんですよ。豆腐でそれ長細くしただけ？そうなんですよ。タンパク質 10g って書いてある、これそういうの売り出してるわけだね。はい、タンパク質のバーということで。そうなんですよ、まさにただの豆腐なんですけれども、うん、木綿豆腐だと思うんですけれども、これで何タンパク質何グラム入ってる？1本あたり 104kcal、 タンパク質 10g、 脂質 6.3g、 炭水化物が 1.8g となっております。おー、ローカーボンなんだね。はい、じゃあこのキットダイエットというか、特にコンテスト近づいてきて炭水化物を気にしてる人なんかいいね。そうなんですよ、うん、まあただの豆腐だろっていうことになるんですけども、一応味もついておりまして、こちらはですね和風だし味。おお、この豆腐をですね小分けにして持ち運びもしやすいし、この袋に入ってるんで開けてすぐ食べやすいっていうのもありますし、ね、面白いアイデアだね。大豆ソイプロテインだからね。そうですね、食べ応えもありそうだから、うん、あのお腹もいっぱいになるということで、普通の、まあ、我々ボディビルダー以外の人でもダイエットの食事としてもこれいいんじゃない？ガツガツ大会に向けて減量まではしてないけれども、ちょっと抑えたいなという方にもおすすめでございます。使える、はい、ちなみにこれ食べたことはないですよね。食べない。ちょっとねぜひ食べたいね。食べてみてください。これもう出先でこう食べるようにできてるわけだ、はい、結構このねパッケージングっていうのは日本の製品は優れて開けやすい。これアメリカ行くとどうやって開けるんですかっていうのがいっぱいあって、あんまりこう手が汚れなくて食べれますとかそういうところはあんまないですよね。そういうところまで気を配るというかのがこれやっぱ日本のブランドだと思う。早速いただきますか。これはい、いただきます。
豆腐、普通の豆腐よりちょっと硬めなんで、まあ、それでタンパク質の含有量もちょっと多めだと思うんですけど、だからまさにバーみたいになって、なんか食感がガンモドキじゃない？そうですね、ガンモドキをギュッとしたような感じ、はい、怖くない。でもそこまでパサパサもしてないですし、気軽に食べやすいような。食べますね、今トレーニング終わったばかりだからちょうどいいですね、このタンパク質、栄養補給にいいですね、はい、山口さんは植物性のタンパク質は取ったりとか意識する面とかあります？これいろいろ試したいタイプなので、ビーガンダイエットも試しましたし、はい、植物性プロテインとは今アメリカではねものすごい注目されて、要するにタンパク質もホエプロテイン、エッグとか、まあ、いろんな種類がある中で俺はいろんな種類のタンパク質を取るべきだと思うので、今日はホエプロテイン、次ビーガンとかね、次はエッグとかっていうふうに変えていくのも俺はいいと思う。じゃあいろいろ自分に何が合うかを試したりもするっていうことなんですね。さあというわけで私の第3位は豆腐バーでございました。さあ続きまして筋肉食材第2位、山岸さんお願いします。はい、このサーモン寿司いいよ。あ、すみません、ね、山岸さん自ら前に行ってもらってありがとうございます。見えますかこれピントが。なかなか合いました。はい、サーモン寿司でございますね。俺ねサーモンが好きなんですよ。鶏肉とか肉を食べ過ぎてきてたらすごい贅沢なんだけれども、もう30年それいっぱい食べてきてるので、はい、結構ね違うタンパク源を最近特にこのサーモンっていうか、アメリカのコスコでそのサーモンバンと売ってて、それが刺身で食べるっていうか、ポキみたいな感じで、ポキってあのあれですね、ハワイにあるような名付けマグロを丼の上に乗せる、そう、はい、それのサーモン版を結構自分で作って食べることがあって、サーモンがすごい今好きで全然飽きないんです。だ今サーモンに結構凝ってるというか、それでこのサーモン寿司見つけて、あこれすごいと思って、しかもこれ炭水化物も入ってる、まあもちろんご飯だから、はい、寿司だから、でまあ栄養成分はタンパク質が1個で 6.6g、 脂質が 2.9g、 炭水化物は 40g なんだけれども、タンパク質だけ取るというよりはこれだけで食事っていう感じ、特にトレーニング今結構ハードにやったから、その後には炭水化物を食べたいということで、はい、それでまあこのサーモン寿司選んでみました。なるほど、日本のコンビニといえばね、おにぎり関係というかずらっと並んでおりますけれども、具材が入ってますんで、タンパク質も取れてのエネルギーも取れるということですよね、これはだけどまあ間違いないかなと。これがまずいということはありえないでしょ。結構ボリュームもあっていいです ね、 サーモンの大きな寿司2貫分ぐらい入ってますかね、江戸前寿司みたい、江戸前寿司、はい、トレーニングで疲れた後なんかにご飯のところも酢飯になってますんで、食べやすいと言いますかね、スッと入ってきます、こういったものが逆に俺にとっては結構新鮮なんだよね。ご飯というのは食べるんだけれども、握りっていうのを食べないから、こういう寿司っていうのはないから、アメリカには普通の寿司はあるけどね、これは江戸前寿司みたいな感じでしょ、はい、ラスベガスの方ってロサンゼルスからも車で 4,5 時間ぐらい内陸になるじゃないですか、お寿司とかってよく食べられるんですか？お寿司はホテルがいっぱいあるので、はい、そこのホテルにいっぱいいい寿司が入ってきて、海がないんだけれどもいい魚がいっぱい入る寿司屋が全部All You Can Eatと言って食べ放題で、はい、すごく安いんだけれどもクオリティも高い。僕も実はラスベガスでお寿司食べたことありまして、動画も出させてもらったんですけど、食べ放題だったんですよ、90分の、いろんな頃食べれるなと思って楽しみにちょっとずつ頼もうとしたら、お店側からこれサービスだよって言って、とんでもないでっかいサーモンが来たんですよ。それでお腹いっぱいになって自分の食べたいものが食べれなかったっていうそういう悲しい動画一回上げたかったんですけど、はい、それぜひね概要欄貼っておきますんで見てください。さあというわけで山岸さんの第2位はサーモン寿司でございました。続きまして私の筋肉食材第2位はこちらです。ドン、見えますでしょうか、ピントが山岸さんの筋肉にいってます。あ、行きました。タンパク質が取れるローストチキン&エッグチリソース仕立てでございます。これ俺も選ぼうと思った。これあ、これ選ぼうと思いました、ポイントとしましてはですね、やっぱり栄養バランスなんですけれども、1個あたり260キロカロリー、タンパク質 26.2g、 脂質 9.6g、 炭水化物 25.3g。 これ炭水化物まあそれなりにね、パンもありますんで多いと思うんですが、なんと食物繊維がですね 16.2g なんですよ。ということで糖質自体でいうと 9.1g となっておりまして、すごく優秀な筋肉食材かなと思って選ばせていただきました。食物繊維っていうのは一応糖質に数えられるけど吸収はされないからね、だからすごい優秀なんですよね。すごいね、ボリュームもあって食べ応えがありそう。このさっきも言ったようにこのパッケージングがすごいですね。これいいですね、今こうスッとここの開けるところの一周回したらもうすぐこうやって開けれます。はい、すごい美味しそうです。僕もでは久しぶりにちょっとコンビニエンスストア見させてもらって、どんな商品が出てるかなっていうのを見てこれを見つけたんですよ。僕も初めて食べます。はい、いただきます。いただきます。卵も入ってるね。うわ、これパンもすごい柔らかくて食べやすいですね、これはコンビニで食べるの？これすごいですよ。ちなみにお値段の方が375円でございます。日本は物価が安いな。そうですよね、アメリカだってこういうパン売ってたらもう絶対700、800円しそうじゃん。10ドルぐらい払って
ちょっとお釣りくるぐらいですねこれ、はい、サブウェイとかにありそうなぐらい立派ですよこれ。そうですよね、僕も初めて食べたけどこれめちゃくちゃすごい食べやすいし美味しいですね、うん、まあこれは2位というか1位は何なんだろうね、レベル高いね。確かに1位でも良かったんじゃないかっていうぐらい美味しいし食べやすいし栄養バランスもいいです。というわけで私の第2位はローストチキン&エッグチリソース仕立てでございました。さあというわけで筋肉食材第1位になりました。山岸さんよろしくお願いします。はい、それでは第1位、はい、あ、そちらはこれ見えますでしょうか。鮭とばでございます。山岸さんもそちら選びましたね。なんと私の第1位も鮭とば選びました。これはだけど驚いた。なんと栄養成分がボディービルドのため作られたような1袋、これ 30g、 タンパク質が 14.4g、 炭水化物が 1.5g、 そして脂質が 1.6g と、まあ、ほぼタンパク質のみで作られた、ね、これはもうまさに筋肉食材ですよね、うん、本当にゼロカーボというかね、はい、炭水化物全然取ってない、脂質も取りたくないという時にこれは食べれる、はい、でこれジャーキーなのでなんつうかな、まあ、スナック的に、はい、こう食い応えがあるからその満腹感も得られるんじゃないかなということで、どう筋肉はこれ。いや僕もまさにそうです。もう持ち運びもできますし、気軽にちょっとつまむ感じでも食べれますし、例えばお昼うどんだけとかそばだけとか、なんか炭水化物中心になってしまったような時にもカロリーを抑えながらタンパク質プラスできるかなっていう、なるほど、そういう使い方もあるなと思って僕第1位にさせてもらいました。あるだね、それはありですね、はい、早速食べてみよう。ちょっと食べてみましょう。ジャーキーのサーモンちょっと僕はこれ食べたことあるんですけど、山岸さんはこれ初ですか。初めて。こういう感じでね、もうサーモンの乾き物といった感じです。ではいただきます。うん、なるほど、これはビールが進めそうですね。そうですね、本来お酒のおつまみとしてそっちのコーナーあたりに置いてあるんですけど、塩分的にはちょっと高めなところあるかもしれませんけれども、でも美味しいですよね。アメリカではね、ビーフジャーキーも人気ある。例えばあのボディビルだとブランチウォーレン、自分のビーフジャーキーのブランド出してるぐらい。だからサーモンジャーキーは出してる人いないから、あんま見ないから、なんかすごい珍しい。アメリカでも人気出る可能性ありますよね。ありますね。これは気軽にタンパク質が摂取できます、うん、かぶりましたね、もうこれっていう感じ。どれか1位ってなったらやっぱこれでした、うん、はい、というわけで山岸さんの第1位と私の第1位同じで鮭とばでございました。はい、というわけで本日はセブンイレブンさんの筋肉食材ベスト3ということで山岸さんにも選んでいただきました。驚きました、はい、本当にやっぱり日本のコンビニのレベルが高いっていうのは俺知ってたんだけれども、ここまでタンパク質、特にプロテイン、ハイプロテインが充実してるっていうのは世界見てもないんじゃないかな。アメリカの例にとってみると、スーパー、巨大なスーパーに関してはいろいろプロテイン製品もあるけれども、コンビニ便利に買える、しかもそのままバーってやってそのまま食べれちゃう、はい、便利さっていうところだと、やっぱり日本のその心遣いというかハイプロテインが必要としてる我々のニーズに応えてくれてるかなということで本当に驚きました。そうですよね、タンパク質大国に住まれてる山岸さんですら日本のコンビニの現在のですねタンパク質食材驚きがあるということでお話を伺いました。今日はありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあそれでは最後は一緒に締めたいと思います。山岸さんよろしくお願いします、はい、いきましょう、せーの、パワー。